はい。ズーキーの自由な時間です。さあ、今回なんとですね、ホットトイズではないんですけど、ディズニープラス。昨日の火曜日、まあ、今日が6月の15日水曜日なんですけど、まあ、ミズ・マーベルの第2話が放送されますね。まあ、それはさておき、そのディズニープラスから、なんとですね、やっと、スパイダーマン、スパイダーマン2、スパイダーマン3、 アメイジングスパイダーマン、アメイジングスパイダーマン2、スパイダーマンホームカミング、この MCU の、で、スパイダーマンファーフロムホーム、で、あと、アニメの、スパイダーマンスパイダーバース、で、ベノーム、アイアンマン、インクリビル・ハルクが、6月17日にもいよいよ、やっと、見れます。 で、そこから6月の29日まあこのネットフリックスとか配信だったんですけどまあそちらが,がマーベル、デアデビルとかジェシカ・ジョーンズあとローク・ケージとアイアンフィストザ・ディフェンダーズ・パニッシャーが放送開始と放送というか配信開始といやー本当に熱い熱いよやっと な、MC 気になるなって人にも、もう、これを見たらもう全部 MC わかるよっていうのが本当に、ディズニープラス入れ,れば、ね、全部網羅できるよっていう。やっと。だから、あれだよね。今もう、ね、MC ちょっと気になってるんだよなとか、いやーっていう人はもう本当に、こうもう本当にディズニープラス入ったのをおすすめするよ。 そ、だってもうそっから、ね、続々とドラマももう、来年とか、ね、もう決まってるから、いやー、もうぜひぜひ、見てくださいよって感じですね。いや、スパイダーマンとかアイアンマン本当に熱いなで、多分徐々に、あの、ノーウェイホームも、配信になると思うので、いやー、楽しみですね。まあ、ほん、 ま、映画に見てるけどね。で、あの、もう、円盤も持ってるけど、やっぱりね。それはそれだから。いやー。暑いなー。はい。といったところで、ディズニープラスが今熱いっていう動画でした。この他にも、ホットドイツの MCU のフィギュアなどを紹介していたり、 ゲーム実況を配信していたり、で、生放送は Twitch の方で配信しているのでそちらもフォローしていただけたら嬉しいです。で、YouTube のチャンネル登録がまだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次の動画でお会いしましょう。